私は最低賃金を上げないとダメだと思います、うん、自分も会社経営してるんですけども、じゃあ会社が大きくなってきた時に人を雇いたいって考えても、やっぱ社会保険すごいかかるなと思って、で結局どうするかというと、やっぱ採用を躊躇してしまう、はい、そこでアルバイトの人とか業務委託の人とかを増やしてしまうって判断をなんかやっぱりしてしまうと思うんですよね。でなると結局非正規の人にどんどんしわ寄せがいってしまうっていうのが現状としてあると思うので、その非正規の人の、最低賃金をどん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 上げていくことによって、じゃあこの人にこんなにお金払ってるんだったらこの人も正社員にした方がいいよねっていうぐらいにならないと、やっぱり非正規の人がずっと立場弱いままになってしまうと思うので、はい、私は最低賃金はなんか上げていかないと、自助努力だけだ、企業の自助努力だけでなかなか上がるものではないと思います。最低賃金を上げて、それでやっぱり経営できない企業は本当申し訳ないですけど、私潰れたらいいと思うんですよ。それでも日本